俺ね、だから、その、坂本龍馬に関して言うと、そこまでね、あのね、明治維新にね、尽力したかどうかって言われたら、違うんじゃねえかなって思うけどね。最終的に、負けたらダメなんだよ。まあ、明治維新は、それこそね、上野の西郷さんとかね、まああの辺だろうね。死んだらダメだよ。西郷も負けたけど、でバカじゃないでしょ。だって西郷隆盛は西郷作ったんだから。ああ、坂本龍馬もメイソンなんでしょ。あの時期に海外からの話が来て、まあメイソンになったよね。そうだよ。いや、そんな当たり前の話でしょ。ああ、だってフリーメイソンが、あの、明治維新を、作ったっていうのは有名な話だよ。そうだよ。知らないの？明治維新っていうのは、フリーメイソンが、コントロールしてやっただけよ。知らないんだ。明治維新は、本当にって言ってる人は、そんなの、都市伝説だと思ってる人なの？本当だよ。